わけで、どうもコースです。本日は7月16日、大宮に来てます。今日は、大宮 RDJ の試合を見に行こうということで、大宮に来てます。で、これから、ね、スタジアムに、向かいたいなと思うんですけれども、久々っすね、あのナックサイブスタジアム。アルビの試合でしか来たことないかな、確か。アルビの試合以外で来たことないような気がするから、あの久々なんですけれども、あの、まあ、歩いて15分ぐらいかな、ちょっと、あのまだね、あの5時10分ぐらい、7時キックオフで5時10分なんで、まだ時間あるというところと、まあ、今日は自由席取ってますんで、うん、今日はね、あの国立競技場で清水スパルスの試合があるんだけれども、それはね、8000ぐらいチケットするので、今日の試合は3100円でした。だったらこっち来るわ。なんでこっちがまだ行きやすいしさ。そうということで、もう大宮のユニフォーム着た方もポツリポツリいらっしゃいますね。今日は、RDJ 対栃木 SC ということで、22対20位の対決というふうなところなんですよね。まあ同じオレンジ同士ということもあって、まあアルディージャがこんなに、まあ J2 で土下ですからね、最下位、じゃあ勝ち点17、今日の栃木 SC は勝ち点26かなんかなんだよねって考えると9点差あるのよ。って考えると今日は本当に6ポイントマッチ、まあ、勝てば、大宮が勝てばですよ、勝ち点20、栃木が26のまま、まだ勝ち点差26、勝ち点差6に縮まると、まあ、非常にでかい試合なんですよね。まあ、だからこうそう今年はね、そう J2 もねちゃんと追わないとということで、シーズンも半分過ぎて初めてね、ちゃんと、まあ、前回ね町田対ベルディも行きましたけど、ちゃんとやっぱ J2 見なきゃということで、まあ、大宮行きやすいので個人的には、まあ、だからちょっと今日ね、大宮がもし栃木に勝ったら、まあ、大宮のユニフォームを買おうかなというふうに思います。なんかこれぐらいないとさ、動画の見せ場なくない？というふうなところもありながら、やっぱそれぐらいしますよ。ちょっとね、さすがに J3 落ちたら多分戻ってくるの大変。あの大分がさ、あの J3 落ちた時とまた訳が違うので、だってもう山形だって上がってこれないじゃん。だから J3 もね、もう沼なんですよ今。だから J3 もいつかね見に行きたいと思うんですけど、まあ、ちょっとまずは、J2 見に行かないと、いけないかなというふうに思ってまして、今日は J2 見に行くと、まあ、22対20位ですからね、裏天王山チックな、対戦ではありますけども、スズランドルを抜けて、まだねこっち方面行くとスタジアムですね。で途中ねグッズショップとかもあるから、ちょっと見ていこうかね。やっぱあれだよね、浦和とはまた違って、大宮はさ、大宮でさ、街を挙げてちゃんとアルディちゃん応援してくれてんだよな。そう。いや、だからこういうチームはさ、J3 をしちゃダメよ、ほんと。なんかそういうふうに思うわ。ということで、まあとにかくね、久々のナックファイブ。あの、サッカー専用スタジアムなんでね、あの、すごいピッチと、スタンドの距離も近いですから、それもちょっと楽しみ。単純にサッカー見るスタジアム的には僕好きなスタジアムなんで、やっぱセンスといいよねってのは、やっぱあの、日立大行った時に俺言ったけどさ、いいのよ、やっぱり。あの、近さというか臨場感って何者にも変え難いしさ。そう。だから今日の、その、この動画の見どころは、そう、果たしてどうなのかと。そう、もし勝ったとしても、果たして僕はユニフォーム変えるのかとかね、そこら辺までちゃんと見届けてもらえたらなというふうに思いますので、何卒よろしくお願いいたします。グッズショップオレンジスクエア、ちょっと見ていきましょう。
この神社の鳥居来ると大宮の試合来たなって感じしますよね。でもね、スタジアムにね歩いてるとね、こう栃木 SC のサポーターもね結構いるんですよ。って考えるともうやっぱどっちも頑張れっていうね。やっぱり残留争いは辛いよね。もう新潟はさ、もう何年もさ J1 残留争い巻き込まれまくってさ、もう辛い思いたくさんしてきたからさ、あれだけどさ、また J3 落ちるっていう、 J2 残留争いってまたわけ違うからね。ちょっともうすでに感情移入しつつあります。感動屋さんだからさ。そう、なるほどね。なんかこうやって両チームのサポーターを目の当たりにすると、なんかこう普通にパソコンの画面上で栃木はあだ、大宮はあだとか言ってもられないなっていう思っちゃうよね。ちょっと感情入っちゃうわ。はい、ということで、見えてきましたね、ナックファイブズの久々、去年のあれじゃない、新潟の2節ぐらい以来じゃない、俺見に来てんの。でも1年以上経ってるわ。上りも出てますね。あれなんだよね、あの大宮は今積極補強してて、黒川戻ってくるし、あのシュベルトク取ったし、で現存のさ選手の中ではさ、岡庭がいてさ、芝山がいるでしょう。いやー不思議だよね。それで最下位は分かんないもんだよね。普通にゲートミスったわ。バック SA 席はゲート1らしい。俺はゲート2方面にテクテク歩いてたわ。真逆でしたね。はい、戻ってきました。ゲート1。こっちでした。皆さんも間違いないように。はい、こっち側ですね。はい。いや、やっちゃった。やらかしました。そっか、栃木だから餃子が出てる。スタグル。面白い。ちょっとぬるっと見てみましょうか、スタグル。無事入場しまして、おすすめグルメ、ジャンボ牛タン節ってある、大体屋台ケバブどこでもあるな、スタグル。本気の台湾まで。そっか、そしてビビンバあるね。あ、ここが話題の牛タン専門店。はいはいはい。あとは何だろうね。かき氷売ってますね。こっちはいいね。でもね、なんか変な時間に昼食べちゃったからね、お腹が空いてないのですよ。そう、どうしようかな。あ、生絞りレモンサワーって。これは、あ、ミルク氷いいじゃん。ちょっと、かき氷チックなの行ってみるか。いいね、かき氷。悩むね、4種類も、5種類もあるよ。マンゴーミルクかな。マンゴーミルクかイチゴミルクか迷ったけど、大宮だからマンゴーミルクかな。ね。あと酒買ってたな。到着しました。こんな感じ。栃木 SC もまあまあサポーター来てますし、
大宮山側ね、こんな感じ。いや近くていいね、近くていい。かき氷買いました。マンゴー氷食べます。美味しそう。栃木のサポーターが歌いながら入ってきた。おもろ。すごい続々入ってきてる。何があったのこれ。おもろ。あれだ、砂森選手の募金やってますね。いいですか。お願いします。いいですか。ちょっといいですか。ちっちゃかった。いいですか。ありがとうございます。はい。砂森選手のね、募金活動をしてきまして、で、そうこうしてるうちに選手入場してると。南優太選手ですね、大宮の守護神、ゴールキーパーの練習が始まってると。で、大宮の応援団もね、動き出してるというようなところですね。はいはいはい、楽しみですね。もう試合45分前ですか。キックオフ45分前。ちょっと面白いですね。楽しみですね。やっぱこういう雰囲気がやっぱり、これはさ、なんかその、なんだろう、その僕はアルビレックスサポーだけど、これどのスタジアム行ってもいい雰囲気だよね。やっぱ試合前のこういう感じ、いや楽しいわ。ちょっと僕もちょっと楽しみにしてみたいなと思います。まあ本当に今日重要なね試合ですから、そうどっちのチームにとっても重要、栃木側にとってもそうだし、まあ、大宮側にとってもそうだし、楽しみにしたいなというふうに思います。すごい応援合戦がすごい。フィールドプレイヤーもね出てきて、大宮の方も出てきたし、栃木の方も今スタンバってますよね。すごい。いや栃木の選手偉い。もう前後左右両方ホームバック、相手サポー、そして、ビジターサポー、4方向に挨拶しに行ってましたよ。偉い偉い偉い。なんかこういう姿勢はさ、なんか見てると伝わりますよね。全国大会の気温
というわけで、試合終わりまして、帰ってる途中ですね、ゲート出たところですけれども、結果はね、0対0の引き分けということで、どちらもね、まあ、痛み分けというか、まあそんな結果になりましたね。あのね、一応ね、試合中にね、メモ取っときまして、レビュー用に。栃木の方がどっちかというとですね、ボール保持して崩そうっていう形を持ってる印象があったと。で、まあ、パスがずれたりカットされてもいい位置で、セカンド拾うのが、栃木っていう感じなんで、ショートカウンターになりがちと。で、大宮はそこの守備がね、特に前半緩かったですね。左サイドの茂木選手ですかね、の背後結構狙われてた印象でした。で、大宮は攻撃がですね、富山に競らせてセカンド拾うか、芝山の個人技頼みみたいな。いや、芝山選手見てると、ほんまシオン選手を思い出しますね。本当に、いい選手。彼はもう J1 でもやれるね。うん。で、選手個々で見たらですね、やっぱ柴山選手チートですね。もう本当彼はもう J1 でもすぐやれそう。で、あとは、栃木のね、根本亮選手、フォワードの選手なんですけど、彼割と収まりますね。ボール収まるし、競れるから、そう。得点のその決定力はどうかっていうところですけど、ネスカウと鈴木の決定力なし版みたいな。印象でしたね。だからあり、全然あり、新潟的にはその新潟補強視点でいうと全然ありで、そう、あとそうそう、前回見た時は全然上手くなってる根本亮選手で、あと大宮のね、大森選手ね、いい守備しますね。ハードプレスというか、結構気持ちで止めるみたいな選手でしたね。岡庭選手もね、前回ね、去年見た時もね、いいサイドバックだなと思ったんですけど、シート局のレンタルで、来てますけど、いい選手ですね。あとはね、栗本選手も足元の技術、そのパスの精度はどうでしょうって感じですけど、そのハードプレス、その新潟でいうと高尾高弘選手的な働きは結構効いてたなというふうな印象。あとはですね、高柳選手がね、僕はね、初めて、知ったんですけど、ビルドアップうまかったですね。だからパス、なんだろう、中盤からの供給役みたいなところは彼なのかなというふうな印象があったので、割とうまかったと。あとはその全体的な問題としては、まあそのサイドの背後狙われるとか、その守備の、その強度だとか、もそうですけど、あとその、ハイプレスの連動性、せっかくこう、富山、芝山追ってて、ついていかないみたいな。あれはもったいねえなと思いましたね。あれもっとなんかこう、ハイプレスのその追い込み方、その、なんだろう、こう、サイドに追い込んだりだとか、そういったやり方をもうちょっと、なんか、うまいこと仕込めないのかなというふうに思いましたね。だからその、なんだろう、相手陣内でのセカンドボールダッシュからのショートカウンターは栃木の方が圧倒的に多かったっす。大宮ほぼないんじゃないかな。うん。だし結局その芝山選手のその突破、個人技頼みで取られて、ロングボール蹴られるみたいな、なんかそんな展開、だったんで、うん。どっちかというと栃木の方がチャンスはあったかなっていう印象ですね。だ大宮だから、守備利息と黒川入るから、その攻撃面ではね、いいけど、ディフェンス面、飯田選手入ってどんだけ変わるかは、まあちょっと、今後、注目かな、というふうに思いますね。うん。これもう本当ニュートラルに、ニュートラルに見た感想。うん。でもやっぱ締まった試合でしたね。ほんと。やっぱどっちも負けたくないが、めっちゃ出てた。うん、そんな試合でしたね。うん。でも、なんか、やっぱ、両軍、そこだ、まあ、負けなかったから、まあ、最低限みたいな感じなんですかね。どうなんですかね。ということで、試合前にね、まあ、勝ったらユニフォーム買いますよ、って、豪語しましたけど、一応、グッズショップ見ていきますか。はい、ということで、まあ、引き分けだったんですけど、まあ、J1 残留してくれ、あ、J2 残留してくれと、J3 落ちないでくれという、まあ、思いも込めて、ね、同じオレンジチームですから、ユニフォーム買いました。またね、多分来るかもしれないから、ちょっと、一応、
購入させてもらいました。レプリカユニフォーム。はい、そんな感じで。まあ、ちょっとレビューもね、ほどほどにして、ユニフォームも買ったということで、こんな感じでね、終わりたいなと思います。どっか飯行って、帰ろうかな。飯の様子は最後に、突っ込んでおきます。ご視聴ありがとうございました。